するばっかりだよ。はい、わかった。よいしょ。今日はここで初めて学校へ行ったよ。滑り台して降りよう。ういメルちゃん椅子に座って。はい、できるかな。メルちゃんいけるよ。ほら入った。ガムテープで詰めたのに、なんで座れるんだろう。不思議。はい、手紙が届くんじゃない。よし、はい、うん、先生からの手紙。ママ違うよ、ここに入れる。そうよ、さっきママがこれね、ちゃんと開いても入る。あれ？さっきの中、画像手紙届いてるよ。まあ、一つよ。え？もう一つ来るかな？いやー、届いた。中開けてみよう。2階に行って上がろう。2階、2階でね。2階は遊び場だから。谁做的？谁做的？谁做的？你今天做的啊？嗯。真的，早上就在玩这个。ここね、遊び場とね、ランドセル置きとかよ。ちゃんと階段あるけど、ちょっと失敗しとるね。ここがね、斜めになっとることが。直したらいい。メルちゃんいや先生より、メルちゃんは挨拶が前より上手だね。頑張ろう。ペンギンちゃんね、保育園でいつも泣いてるけど、え、ここに置いて。いつも頑張っているね。ここ名前はせ、わざと決めた名前だから言わない。メル嬉しいよ。入った。入れて。メルね、こうやって座るんよ。みたい。わー、かのかの窓覗いて。はい、メルちゃんこっちまで来て。あ、見える見える。ちょっと待って、ここに顔出して。ちょっとかのたさん、あ、出た出た。椅子が邪魔。うん、椅子が邪魔。メルちゃん出たよ。じゃあ普通に。でかい。ペンギンちゃんたちはでかいと思っても、なんかんだったちっちゃい。滑り台から、滑り台から登ろう。2階遊び場楽しいな。2階遊び場楽しいな。2階遊び場楽しいな。ここで勉強されてるんだ。全部壊れない。全部壊れない。メルちゃんの重りがついてます。全部壊れない。你自己就有溜滑梯了呀。なんでトマトが入ってんの。トイレが入ったんだ。トイレ。トイレ。メルちゃんね、自分のことをメルちゃんって言うんや。ママ、メルちゃんね、これがね、あのね、ちゃんとね、こうやってカシャって締めないとね、もしもね、カシャって締めなかったらすぐ、ちょっと開いてる。で、明日になったよ。明日になったよ。メルちゃん、行くよ。壊れそうになるんだ。行ってきまーす。帰りが早いって、帰りが。今日は1時間目しかないってね。すごいな。え、だって1時間目の時あったじゃん。なるほど。あー、3年生ね。あら、もう終わっちゃった。いつか帰ってくる。
びね、ちょうどね、あのね、上に登らなきゃ、ね、階段をして、あのね、ちゃんとね、こう持つためにね、このやつやっとったらね、ちょうどね、置く場所が、ママここね、遊び場だけね、お弁当も食べれる。よし、もう一回なんか入るわ。